要は真我は空なり自我は色なりということについて説明してみたいと思います。見える世界というのは自我の世界、すなわち見えない世界というのは真我の世界。よく空になりなさいとよく言いますけれども、で実際にあるのは、実在しているのは空であって色ではないと。この見えるものという色は見えないものの反映にしか過ぎないとよく言われていますけれども、私たちはこの色という見えるものに虜になっちゃってしまって、でそこにすがみついて、すがみつかれて、で自分というのをこの見える世界に釘付けにしてしまっているわけです。で真我というものは見えないものなんですね。すなわち不可視なんです。自我というものは可視なんです。見えるもの、見えるものは真我ですか自我ですか。自我ですね。すなわち見える我は自我で、見えない我は真我なんです。で真我は大霊ですから不可視なんですね。不可視の自分、その見えないものを空と呼ぶわけです。そして見えるものを色と呼んでるわけですね。で色因縁と言いまして、すなわち物欲と言いまして、私たちは見えるものの欲望、この欲望が私たちをこの世に自爆してしまっていると。でこの世という見える世界は影であり幻であると。そしてそこに我々は今存在しているわけですけれども、内なるものなくして外なるものは存在しない。すなわち見えないものなくして見えるものは存在しない。でその見えるものの存在の本源は見えないものであると。で見えないものは実在で、見えるものは非実在なんですね。実在しているのは見えるものなのか見えないものなのか、どっちでしょう。見えないものなんですね。その見えないものを空と呼ぶわけです。で皆さん方は空になりなさいと言いますけれども、なかなか色は空にはならない。いつかはあなた方は否応なしにも空になるのであります。なぜかというと、色は空から派生しているからであると、ね、空なくして色は存在しないんです。で色という現れの世界はみんな見えないものの反映であって、写しであって、影であって、幻であって、永遠なるものではないと。で皆さん方、周囲に身内のものが見えないものになっているのを体験したと思います。で見える世界はいつかは見えない世界に変えるのであります。あなた方は本当にこの見える世界に執着してはならないと。また見えるものがなくなることを失ったと言ってもならない。で神の世界、霊の世界には失うものは一つもないんだと。あなた方が失ったと思っても失うものではない。これは見えるものから見えないものに変化しただけなんです。だから永遠に失うことのない我、空なる我、永遠なる我は空でございます。だから空になりなさいということは、見えないものになりなさいということなんですね。昨日夕べ私ここに顔を出さなかったのは、その世界に入っちゃってしまって、この意識が外側の世界に帰らなかっただけなんですね。その空の世界に帰って、色の世界になかなか意識が戻らない。で本当に自分としてはその世界にそのまま降りたいのでございますけれども、なかなか皆さん方をそのまま、まだまだこの色にとらわれている皆さんを放っておくわけにはいかない、ね、どうにかしてこのまた色の世界という、意識の世界、この自我の世界に、ようやく意識をこの世界に取り戻しているわけでございます。だからいつ私が皆さんの前から去ってもおかしくない状況下に今あるわけですね。本当に皆さん方が、真剣にやっていただいて、本当にこの色と空の識別の見える世界というのは本当に実在